はい、おはようございます。8月16日月曜日朝5時35分です。まだ相場動いてないんですけども、ドル円の相場解説やっていこうかと思います。まあ今月はですね、セルの方に向かっていくんではないかなということで全体像をお届けしましたけども、その中でも先週はですね、この1週間は大きく値段を下げた週になりました。あ、そして今週はですね、また値段が下がるんではないかなと思っております。もちろんすぐに下がるんではなくて、一回上がって下がる、こういったね N の動きもありますので、じゃあ下がるよっていうからね、すぐにセルをかけていいもんではありません。きちんとエントリーポイントを理解して設定してですね、ロスカットラインを引いて組み上げて上がるのか、そのまま下がるのか、ここを見誤らないようにしなければなりません。それではね、画面を切り替えてお話していこうと思いますので、いつものようにこちらの方をどうぞ。はい、これ週足ですね。週足が下の方に触れているのは、まずね、エリオット波動から見てみましょうか。こういう風に始まっているんですよ、エリオット波動がね。第3波があって、推進波が完成して、そして調整波がこういう風に終わると。で、この頭をですね、抜けるように、もう一回頭、こちらの方を抜いていって、そしてそこから下がっていってるわけなんですよね。で、まさに、この1週間は、この上髭を作って、下に大きな実線を持った陰線を形成したっていうことで終わっていると思います。まだこれ形成中ですけどもね。そして、この、次ですね。週足が終わったらデイリーを見ていきましょう。これがデイリーなんですけども、特徴的なのは、この、一本ですよね。直近の一本は大きな陰線になってます。で、その前も陰線陰線で、上髭を出した陰線がここにあります。これがきっかけになってるわけですよね。そしてですね、上の方はピタッと揃ってるわけなんですよ。で、お話したように下の方はこういうふうに広がりつつある。まあですんで、まあ予言としてはね、予言というか予告としては、こういうふうに私は推測したんですよね。広がりながら上下。で、上は揃いながら下に落ちていくと。だから、こうなった後、さらにこの辺りまでね、行くんではないかなと思いますけども、ここからいきなり行くのか、それとも一旦上に上がってから勢いを下げて、下に行くのかってところを見極めましょうってことですよね。なんかおそらくそのまんま、セル一週間続けていくんじゃないかなと思いますけどね。まあわかりませんか、それは。これが4時間足なんですけども、通常ここの力点を抜けると、際限なく上がっていくものなんですけども、まあここでね、またトレンド転換を落として、下に行って、横ばいを作って、トレンド転換してるわけですから、さらに下に行くしかないということで落ちていったわけですね。で、私が思うところ、ここを目指すのが、まず最初かなと思いますね。このポイントを目指して、落ちていくということですね。ただ、抵抗はあります。例えば、ここ、ここ、ここ、こういったところの抵抗がありますので、今、まさに、そこにいるのかなってところと、これを抜けても、今度はね、強い抵抗がここにありますので、ここで跳ね返されて、一旦上に行くことも考えられます。もしかしたら、上に行きっぱなしということもね、ありますからね、何が起こるかわかりませんから。ですので、仮説は引くけども、それが絶対ではないってことをね、よく心に留めておかなければ、思わぬ落とし穴にはまります。1時間です。1時間お話した通り、ここでトレンド転換を落として、下に行った後、横ばいに入って、さらに下に行くっていう流れが完成したということで、この辺で一旦ね、利確をしましたよね。で、あとは寝てる間に大きく下がったんで、ここはね、深夜型の方は、ものすごく得をしたんじゃないかなと思います。で、一旦ここで、多くの方が利確したんで、赤い線がちょろっと出てますよね。で、今週の動きは、この利確組が多いのか、多いとこの辺まで上がります。で、改めて、ドーンと下がっていく。ってことになりますね。ここを見極めるのが月曜日の役割だと思いますので、今日しっかり見ていきましょうってことになります。あれ？ちょっと待ってくださいね。大丈夫か？大丈夫か？はい。じゃあ、今週もセルの方で一週間を見ていきたいと思います。セルの一週間の中でも倍に入る時もありますんで、むやみやたらにセルでエントリーすればいいってもんではありません。で、先週はですね、エントリーポイントを明確にお話ししたんですけども、今週はまだ見えてませんから、ご用心ください。全体としてはね、セルでいいと思いますけどもね。ただ、倍の瞬間もあったり、エントリーする最適な瞬間がありますので、最大限の利益を伸ばして、そしてリスクを最小化するために、月曜日しっかりと見ていきましょう。それでは。